こんにちは、さゆりです。今回のゲストは友達のこてつさんです。音楽を作っています。よかったら、聞いてみてくださいね。この動画では、店員さんとの面白い会話について話しています。とても早いので YouTube を見ている人は、日本語字幕をオンにしてくださいね。同じ動画を3回流します。2回目の後に単語と話の説明をします。はい、じゃあ楽しんで。でもあのお箸の話面白かった。もう一回やってよ。コンビニ行った時なんだっけ。だから何年か前だけど、うん、そのまあお弁当がなんか買ったんですよ、コンビニで、うん、でそしたらあの店員さんがまあ、アジア系のどこだろうな、うん、まああのなんて言ったらいいの、ベトナムとかのあたりの方かなっていう感じの店員さんだったんですよね、うんうん、で、お箸つけますかって聞かれて、うん、僕もあの、うん、あの一膳ってお箸って一膳って言うじゃないですか。まあそうだね、うんうん、数え方ね、正確には、ね、正確な数は別に一本でもいい、一膳でって言って言ったら、うんうん、その、 あの多分ベトナム人の店員さんが僕の方を見て、うん、日本語上手だねって言って、もうそんな言ってもしょうがないから、うん、あ、はいって言って、まあそうだしなって、外国人のふりしたそうそう、面白い。もう一回聞いてみたらもっと深く理解できるかもしれません。はい、でもあのお箸の話面白かった。もう一回やってよ。コンビニ行った時なんだっけ。だから何年か前だけど、うん、そのまあお弁当がなんか買ったんですよ、コンビニで、うんうん、でそしたらあの店員さんがまあ、アジア系のどこだろうな、うん、まああのなんて言ったらいいの、ベトナムとかのあたりの方かなっていう感じの店員さんだったんですよね、うんうんうん、でお箸つけますかって聞かれて、うん、僕もあの、うん、あの一膳ってお箸って一膳って言うじゃないですか。まあそうだね、うんうん、数え方ね、正確には、ね、正確な数は別に一本でもいい、うんうん、一膳でって言って言ったら、うんうん、その、 あの多分ベトナム人の店員さんが僕の方を見て、うん、日本語上手だねって言ってもうそんな言ってもしょうがないから、うん、あ、はいって言って、まあそうだしな、外国人のふりした面白い。はい、これはこてつがコンビニで買い物をした時の話です。店員さんは日本人ではなくて外国人の店員さんでした。そしてその外国人の店員さんはこてつのことを外国人、日本人じゃないと思って日本語を上手だねと言いました。面白いですね。はい、では単語の説明です。ベトナム、日本語には V と言います。日本語で V の音がないので B と発音してベトナムと言います。次の単語のお箸つけますかやお箸ご利用でしょうかなどはよくコンビニで聞かれるフレーズです。そこでこてつはお箸一膳と答えました。一膳です。あ、一つや一本でもいいです。一膳、二膳と数えるのは正しい数え方ですが、日本語学習者、日本語を勉強している人はあまり知らないと思います。はい、だからこてつが一膳と言った時に外国人のコンビニの店員さんは驚きました。こてつのことを外国人と思っていたから。外国人なのにこんなに難しい日本語を知っていると思ったようですね。でもこてつは何人に見えたのかなと思います。はい、まあそれはさておき、こてつは自分が日本人ということを店員さんに言ってもそこで話が広がらないし、店員さんが、まあ、間違えたことを直すのはもうめんどくさいので何も言いませんでした。まあ、こてつ自身あまり、まあ、日本人だろうが外国人だろうが気にしていないということですね。だからスムーズに買い物を終わらせるために外国人のふりをしました。この、something のふりは
名詞だけじゃなくて文章でも使えます。基本的にはいいことにはあまり使いません。なんか本当じゃないけど本当のように見せることです。例えばこのクイズの答えを知っているけど知らないふりをした、わからないふりをするとか、まあ本当は彼女の話を聞いていなかったけど聞いているふりをする、聞いているふりをしたらバレて怒られたとか、はい、そんな感じです。まあよかったら例文を作ってコメントに書いてみてくださいね。お箸の話面白かった。もう一回やって。コンビニ行った時なんだっけ。ね、だから何年か前だけど、うん、そのまあお弁当がなんか買ったんですよ、コンビニで。うんうん、でそしたらあの店員さんがまあアジア系のどこだろうな、うん、まああのなんて言ったらいいの、ベトナムとかのあたりの方かなっていう感じの店員さんだったんですよね。で、うん、お箸つけますかって。聞かれて、うん、僕もあの、うん、あの一膳ってお箸って一膳って言うじゃないですか。まあそうだね、うんうん、数え方ね、正確には、ね、正確な数は別に一本でもいい、一膳でって言って言ったら、うんうん、そのあの多分ベトナム人の店員さんが僕の方を見て、うん、日本語上手だねって言って、もうそんな言ってもしょうがないから、あはいって言って、まあそうだしなって。外国人のふりした。面白い。お疲れ様でした。どうでしたか？聞き取れましたか？こてっちゃん、こてつさんシリーズはまだ続きます。じゃあ今日はこの辺で。バイバーイ。